皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、X ヨッシーです。で早速今日はね、行ってきましたよ、見てきましたよ、見てきましたよ、ジクサー 250SF の現象をね、見に行ってきたんです。京都のね、バズさんという業者さんがあるんですけどね、そこで現象があるということを確認しましたんで、奈良から約そうですね、40キロぐらいかな、離れたところでですね、現象を見てきました。詳細にね、いろんな保証とかちょっと突っ込んだ話もさせていただきましたんで、ご覧いただいてご購入をね、検討される方の参考になれば幸いです。今日行くバズさんを簡単にね、ご紹介しておきますと、京都の大山崎というところがあるんですね。でそこに店を構えておられまして、よくお聞きしますとね、バズさんとね、例のチョップスさんは系列なんですって。でバズさん自体は川崎の正規代理店でおられるんですけども、いろいろ話をお聞きしますと、輸入車であれば積極的に売っていくというスタンスなんですね。で忍者なんかもちろん川崎の車も扱っておられるから売っておられるんですけども、まあそれにこだわらず、グローバルな視点でいいものは世界から輸入して、で適正な価格で皆さんにね、提供するという、その射程といいますかバックボーンがあるんで、なかなかね、考え方がね、先進的で、皆さんの、まあ、お財布のね、内容もよく見て、考えて、販売しておられる会社だな、というふうに思いました。なかなかね、対応も低調で、まあ、見に来て、動画で撮らせてもらいますからね、ってよろしいでしょうかって言ったら、どうぞどうぞ、言っていただいて、ご案内いただいて、ちょっと時間ね、まあ、10分ぐらいですけども、いただいて、案内してくださいました。丁重にね、ここで熱く御礼申し上げておきます。ではね、いよいよ、ジグザー 250SF 現車です。見てください。あ、すいません、どうも、ちょっと、これここしかないから見に来たんです。申し訳ないです、本当にちょっと。まあ、忍者と同じぐらいの大きさなんですか、これ。大きさはそうですね。近いもんありますね。あ、でもこちらは、バズさんは川崎さんのあれなんですか？そうですね。はい。川崎の正規店なんですけど、うちのグループ店でチョップスというお店があって、あ、チョップスさんはこちらのグループ店なんですか？そうですね。で、現車の方はね、ここしかないからと思って、奈良から来たんですよ。見に来たんです。高崎はね、黒とシルバーと決まってます、ね。もうちょっとあっちだとね、長すよね。これまあ黒ですけど。一応来週の、ちょっと奈良にお住まいでしたら、来週の日曜日にね、スポーツラウンド行こうまで、イベントを僕らにやるんですけど、試乗車出すので。あ、そうなんですか、はい、あれ、スポーツラウンド行こうまったらうちのスバなんですよ。あんまり良くないから。さあ、250も出ますし、あとはね、今予定してるのは、それ何日 ?14 日です。14から4から15。ああ、そう。へえ。いや、まあ、聞いてみるもんですな。あ、チョップスさんはこちらの方のあれなんか。そうですね。ああ。これ、いや、川崎さん、忍者売っておられてあれだけど、乗り出してる43番、4番ってね、かなりお買い得じゃないですか。はい、で、保証はまあ、ちょっと、店の保証をオンしてもね、はい、45万ならないでしょ。ならないですね。そうでしょ。はい、うん、だそれは安いなというふうに。僕らのイメージでは、うん、はい、R25 とか忍者の中古車を検討される方に、とは新車でもっといろいろ面白い買いがありますよ。うん、うん。ご提案できるような値段をつけるようにしてます、ね。なるほどね。はい。これすいません。また上がらせていただいてもいいですか、ね、いいですか、はい、ちょっと、つりつけないようにね。ああ、全然いいですか。バッテリー繋いでないんだ、あれ。結構でも、こうやって見ると、ああ、自然な感じで。でも足の方は、ベタじゃないですね。僕168センチですけども。でも、でも、そんなに、
違和感ないですね。そうですね。素材が軽いので、シート高とかはアルミ5と比べるとちょっと高いとは思う。はあ、はあははあ、素材が軽いのもそれはあまり気にならず。なるほど。ありがとうございます。ちょっと邪魔したらちょっとあれなんで。ああ、いいえ。こうやっても結構コンパクトですね。ラックだね。ABS 付きです。乗り出しがだから42万でしょ。それから保証を1年付けたら43万5千か44万ぐらいで乗れるっていう話です。パーツはちょっと、あれですね、時間かかるんじゃないかなってちょっとおっしゃってましたけど。でも、こうやってみるとね、そんなにね、あれですよ、悪くなさそうっていうかね、ちゃんとこうね、ついてますし。パーツとかね、保証とかそういうのはどうなってるんですかね。保証が鈴木って書いてるんだけど、はい、確かに鈴木なんで、そうそうそう。日本ではこう、流通してないものなんで、鈴木としては、保証つけませんっていうのが。ああ、そうですね。でも、お店としてはお金出したら、していただけるような話なんですか。何もつけなければ、うち輸入してるんで、その、長期不良。1ヶ月もしくは1000キロなんですけど、保証します。はいはい。してます。あとは、ベッド費用必要なんですけど、1年間に伸ばすっていうのが最大でありますね。2年とかはできないんですけど。1年ぐらいね。それでいくらぐらいオンしたらいいですか。大です。1万円ぐらいだったと思う。あ、そうなんですか。いや、そうなんですか。まあ、1万5千にしたってね、あれですな。ちょっとベッド費用には必要なんですけど、1年1万キロ。いや、パーツはあるんですか。というか、もう。取り寄せになる。取り寄せになります、ね、ちょっと時間かかるからですね。そうですね。物によって。まあ、それでもこれ、バズさん、その回みたいに来たんですよ。見に来たの。すいませんね、本当に。まあね、タイヤとか、そういう、通常使っていく消耗部品とかは、国内で、合うのがあるんで、あたりは、大丈夫なんですけど。でもね、新車でね、乗り出しが50万、60万の中でね、43万っていうのはバーゲンセールですよね。ほんとね。いや、ここしかないからって、見たらね、ないからって。これ話題のあれで結構引き合いあるんじゃないですか。昨日も来られてましたね。そうでしょ。はい、だって、まあまあその保証のこととかパーツのことは別においてもね。はい、皆さん今日はこのぐらいにしておきましょうか。ご覧いただきましたね。誠にありがとうございます。ちょっとおっしゃってましたけどね、試乗会もね、まあ、ローカルだけども、ちょっとやっていきたいというふうにおっしゃってますんで、まあ、生駒の方でしたらね、うちからそんな遠くないんで、機会があれば、できるかどうかね、ちょっと確約できませんけども、できれば行って試乗してみたいな、とはちょっと思いました。では皆様、次回まで。ごきげんよう。さようなら。